皆さんこんにちは、今日はクリスマスなので、ザワーブラーテンという料理を作ってみようと思っています。これすごいドイツの料理なんですよね。私も今回ね、人に聞いて初めて、作ります。で、こんな半分出来合いのものを、買いました。もうマリネートされててお酢に入ってて、今お肉を出してみたんですけど、こんな感じです。これ1キロのお肉です。これね、今ね、ちょっとね、あのキッチンペーパーでお水をちょっと抜いたところで、これをねどうするかっていうとね、今お鍋の中にラードとバターの半々にしたものを今入れて溶かしてます。でここにですね、このお肉を突っ込んで、まず焼くそうです。はい、バター、溶かしたバターなんですけど、バターはね、あの普通にこういう、バターでよくて、その後ね、ラード、ドイツ語でシュマルツって言います。このラードを、ちょっと使いました。これね、ケーキ、クリスマスのシュトレンっていうケーキなんかにも、入れたりします。安かったです。バターの半額くらいでした。ラードなんで色は白いです。はい、バターとラードをお鍋に入れて今溶かしてます。バターとラードが溶けたので肉を投入します。はい、このお肉ね結構安かったんですね。マリネは吸う状態で売ってるんですけど、スーパーで1キロでこのお肉、500、600円ぐらいでした。はい。お肉がだんだん焼けてきました。このお肉ね、マリネをされていて、1日とか、収納の上の中に入っているので、使えるんですけど、中はまだ全然、生なので、こんな風に柔らかいです。今、ちょっと強火でバンバンやってるんで、焦げ目がついていってます。これね、両面全部に焦げ目がつくように焼きます。ください。だいぶ順調に焼けてきました。両面こんがり、焼いて、ちょっと焼き色をつけます。いい匂いしてきました。これね、牛肉です。ちなみに、まだほら、中は柔らかいです。全部は焼かない。焦げ目だけつけたら、今これからマリネしてた水、ソースを入れていきます。この、お肉を焼くときに、ちょっと風味付けにですね、私は玉ねぎを入れます。今、玉ねぎ1個、小さいのを、みじん切りにしたところです。全部こんがり焼けてきたので、さっきソースを、戻す、さっき入ってたソースを戻す前に、さっきね、ちょっと軽く炒めた玉ねぎを一瞬入れて、匂い付けをしていきます。ですね、買ってきたときに入ってたこのお汁を、このお鍋の中に、投入していくんですけど、なんかこれはね、結構酸っぱいみたいなんで、様子を見ながらということで、今ね、お肉が半分お水に浸かるぐらい入れました。これで弱火にして、蓋をして蒸し焼きみたいな感じで1時間ぐらい置くとできるそうです。超楽しみ。一つドイツ人から教えてもらった隠し味でですね、これザワーブラーテンって、ちょっとこうお酢の入った酢の味の効いた、ステーキになるんですけど、酸っぱくなっちゃうんで、干し栗を入れたらいいよっていう風に言われたんで、ちょっとこれ入れてみようと思います。で今ちょっと火が強いので、弱火にして干し栗を鍋の中につけて、ちょっと汁が多いめだな、ちょっと少なくしようかな、落としているかもしれない、ちょっとだけこのお湯をお腹の量で減らすかもしれないんですけど、それで蓋をして終わりです。はい、ザワーブラーテンが出来上がりました。こんな感じで、すごく柔らかく、できました。サイズが、2分の1ぐらいになりました。はい、これからクリスマスでいただきます。